一戸建てのお宅。ダイニングテーブルの奥にカウンターを隔てて、その台所はありました。温かみのある木目調のシステムキッチン。フルーツをあしらった白いタイルの壁。あちこちにあるキャラクターもの。たくさんのカラフルな保存容器。料理好きで可愛いものが好きな人。これは私の趣味ではなく、もともとあったものなので、旦那さんの前妻さんの趣味です。檜山あかねさん、47歳。妻をがんで亡くした男性と結婚しました。彼女の人生と台所にまつわるちょっと変わった物語です。中に入っているのは全然全く違うものなんですけど、よいしょ。このカゴ、前妻さんが書いたラベルが貼られたまま使われています。剥がせないですね。剥がすことができないです。この文字はもう二度と出てこないものだと思うので。この引き出しの中もほぼ全部前妻さんが残したものです。ほぼそのままです。結�婚して7年、子供たちも独立してもうこの家にはいないのに、前妻さんのものを使い続けているのはなぜ？捨てられないんですよ。旦那ちゃんは別に捨ててもらってもいいよって、好きにしてって言うんですけど、私が捨てるものじゃないと思うので。台所って使う人の城とよく言われますが、いやー、それが分かんないんですよ。うちの実家がその台所がなかったんです。檜山さんの実家は喫茶店でした。店を切り盛りする父親の意見で、台所は2つもいらないと、家に台所は作らなかったといいます。母親はほとんど料理をせず、外食ばかりでした。母の味で一番思い出されるのは恐怖のカレーです。いや、もうカレーって誰が作っても美味しくなるはずじゃないですか。そのカレーが驚くほどまずいんです。なぜまずいかがわからないまずさなんです。学校で毎日の献立を1週間書きなさいっていうのがあったんです。そこに書けなかったんですよ。今日はお寿司とか、今日はお好み焼きとか、今日は居酒屋とか、そういう風に書いていくしかなくて、いいなってみんなに言われても、逆に本当にいいな、そのハンバーグって何っていう。サザエさんとか、あのちびまる子ちゃんのあの家庭がいいなって。で、夕方になると船さんとあのサザエさんが2人で立って、お台所ってこうやって使うんだっていう、ああいうお台所はすごく憧れでした。檜山さんが料理に目覚めたのは学校の家庭科の時間。それまでは生クリームっていうものを食べたことなくて、何この生クリームって、本当に美味しいじゃないかって、そこから絶対自分でうまくなってやろうと思ったんです。高校生の時、バイト先でまかないを作ることになった檜山さん。作ったことのなかったオムライスを見よう見まねで作ったら、これが大好評。以来ずっと誰かに初めて作る料理はオムライスになりました。そんな檜山さんにとって台所とは、家庭科室や職場にあるもので、料理が終わったら元通りにして返す借り物という感覚でした。それがこの取材を機に少し変わったといいます。も
うそろそろ自分の台所の物語始めてもいいんじゃないかなって、ちゃんと自分の本気を出していこうかなと思いました。旦那ちゃんのお弁当を作ってる時にそれを思ったんです。ある日自分の分も作って食べたんです。まずかったんですよ。なんでこんなにまずいんだろうと思ったら、冷凍焼けしてて気づかずに出してて、それって本気で何もやってなかったから、適当にやってたから、そんなまずいものを私は大好きな旦那ちゃんに食べさせてたんだってショックを受けたんです。檜山さん、夫に作るオムライスの作り方を変えました。これまで使っていたコンソメの代わりにハーブを使うことに。大きなザルを台所に導入し、ハーブを乾かすことも始めました。お父さんが作る、そうだ、オムライスですよ。そうだ、今思い出しました。そうです、特別だったんですよ。なんか父親がサササッて作って、ポンってお子様ランチみたいな形にして、うつ卵をピュッてかけるだけなんですけど、それがごちそう、本当に美味しいなと思ったんですよ。忘れていた幸せの記憶が蘇りました。昔まかないで初めて作ったオムライスがなぜ美味しくできたのか分かった気がしました。前までは何も無言で食べてた人が、最近急にこれありありこれ好きって言うようになったかなって、それは言われてすごく嬉しいことですよね。何かが変わったんでしょうね、きっと。